ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る桜花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、まあ Vlog 的な感じですけど、オタ活 Vlog 的な感じですかね。はい、まずね、サマーソニックのチケット入金をしてきまして、これで8月の21日に ZOZO マリンスタジアムのサマーソニックに行くことができますということですね。まあ配信とかもあると思うんですが、直接行けるのであれば行きたいっていうところがありましてね。ただまあ感染症もね、まだ収まってはおりませんで、8月でもね、収まっているとも思えず、でやっぱりね、感染症に関しても結構気をつけなきゃいけないなっていうところはね、ありますよ。まだまだ本当に。かかってる人いますからね。私の周りではいないけど、自分もいつかかるかわかんないですしね。本当にそうなっちゃったら、行かないっていう選択肢も取んなきゃいけないですから、当然ですけど。皆さんもね、本当に体調も気をつけて、予防もしながらね、暮らしていきたいなというか、そんな感じで思っております。サマーソニックのチケットセブンイレブンで入金してきましたけど、あれチケット取ってから2日以内に入金するのって案外大変ですよね。でもいつなくなるかわかんないから、ビバラロックに関してもね、2日以内に入金しましたけど、ビバラロックの方はファミマでね、ファミリーマートで入金しましたけど、あれはファミポートがあるからいいんですよね。直接セブンだとね、直接セブンだと店員さんと話をしなきゃいけなくて、で外国人の方だったんで、ちょっと分かんなかったりして、仕事帰りで行ったので少し戸惑いましたね。まあ仕方がないんですけどもっていう感じでね、ありましたけども。でサマーソニックもそうだし、3月は実は私はりょうきくんの舞台には行きましたが、他に BMSG ライブとか BMSG 関連のライブは行けなかったんで、3月4日の JFL ライブも行けなかったですしね。だからそう、あれは普通に当選外れました。はい、なんかね、結構ね、 YouTuber の人でなんていうのかな、ライブが当選している人が多いみたいな感じのあるかもしれないけど、私も外れたりもしてるし、みんなが当たってるわけでもないのでね。ただね、男性だからっていうのがあるから当たりやすいのかなっていうのは少しは感じますかね。多分ですけど、女性男性の比率で多少はこの調整している可能性がありますからね、そのいわゆるライブ会場の方でっていうのは少し感じることはあるかなというのはありますけど、まあそればっかりは分かんないです。でもビバラロックとかね、それからサマーソニックみたいな感じのロックフェス関連は比較的やっぱりチケット取りやすいかなっていう感じで、ライブ配信でも話させてもらいましたけど、なのかなっていう気がします。まあ野外ライブなので、まあね、なんか場所もね、近くなかったりすると、そもそものチケット代が高いのに交通費っていうのもかかっちゃったりするから、そうなんですよね。だからサマーソニックにしても、海浜幕張っていうところで千葉はやりますから、まあ、ぶっちゃけ電車代も1000円かかんないで行けるんで、千葉県済みなんでね、だからいいんですけど、結局そこに行くまでの交通費とかね、場合によってはホテル代とかも、場合によってはっていうか、結局自分が千葉県済みだから日帰りで帰れるけど、普通はホテル取ったりするんですもんね。だからやっぱりなかなか大変だから、配信で見れたらいいなっていうのは思いますよね。で4月は結構たくさんライブに行く予定です。もちろん感染症とかの感じになっちゃったら行かないですけど、まず4月7日ですけど、BMSG のソロアーティストのライブがあって、それね、ノベルコア君と翔太君と相田翔太君とスカイハイさんが出るやつ、他にももしかしたら出たりするのかなってちょっと思ったりしてるけど、どうなんでしょうね。で8日の方のルイ君たちが出るアンダー15ライブは外れてしまったので、そちらはいけません。でそれとは別個で、4月9日に折り紙プロダクションというところの、まあ根梨さんとかがねいるところのプロダクションのライブがあって、それは行きます。それ行く理由は翔太くんが根梨さんのライブにゲスト参戦するからっていうところと、もともと4月7日8日をライブで両方その抽選というかに参加しておいていたんですけど、どっちも外れちゃった場合に、そこではないところでライブに行けないかなっていうところで、保険のつもりでやっていまして、4月9日に関してはね、すぐ取れましたから、そこも行ってまいります。翔太くんを1週間で2回見ることになるんだよね。まあ今の私はもう翔太くん推しもでもありますから、そこはもうね、何の問題もないんですけども、はい、っていうのと、あとね、4月に関してはビバラロックがありますね。
ビバラロックが4月30日なんで、だから結局4月に関しては、あ、これ私の手帳なんですけど、4月に関してはね、実は3つライブに行くんだなって思ってる。そう、結構ライブに行くなって自分でも思ってる。こんなにね行く感じじゃなかったですよ、正直言って。ただもうね行きたくてしょうがないっていうかね。いや、そんな感じになりましたよ。なんかね、音楽はもともと好きで、ライブ配信でもね、あの、言っていただきましたが、まあ音楽好きないと生きていけない人ですかみたいに質問もされまして、まあ翔太くんほどじゃないですけど、そういう気はあるかもしれないっていうのはね思ってはいまして、何かしら家で音楽かかってますしね。逆にテレビをあんまり見ないので、ラジオもやっぱり音楽かかってるっていうか、音楽聞くために聞くラジオもあれば、あとそうですね、 MV とか再生したりもするし、もともと昔はあの CS 入ってた頃に MTP とかで、あのずっと MV が流れている番組が昔はよくあってね。そう、今見たく YouTube で MV 流すことがなかったんで、当時は多分 MV っていう言い方もしなかったはず。なんて言ったかな、 PV かな、 PV じゃないかな、とにかくあのそういう、感じだったわけですよ。プロモーションビデオって言ってた気がするな、ね。でもライブもね、行きたくても行けない方とか、医療従事者の方とかね、ご家族のこととかあったりする方もいっぱいいらっしゃいますから、その分自分としては本当にベスティの代表として、おこがましいですけどね、ベスティとかザ・ストミン代表として、あの、毎回行ってるつもりではあるんですけど、うん、まあ4月はそんな感じで、あの、行ってきますよ。でね、まあ5月以降もね、いろんなものがまたあると思うんですけど、まあライブもね、まあできるうちに本当にやっておきたいなっていうか、見ておきたいなっていうところってありますよね。BMSG は本当に運が良くて、ザ・ファースト・ファイナルもそうだし、あのライブができてますけど、今までだから中止になったライブが一個もないっていうのは本当にすごいですよ。いろんなライブや演劇とか、いろんなイベントが、あの、どんどん中止になっているのに、ザ・ファースト・ファイナルもそうだし、スカイハイさんのね、はじめ6ピツアーもそうだし、ファンミーティングもそうだし、あの、すごいっすよね。何か BMSG を守る守り神みたいなものがついているのかなって思うぐらいですよ。ね、まあそういうのに守られているのか、本当に気をつけているのかなっていうところ。事務所が大きくないし、人数ももともとあんまり多くないっていうところが、いい感じに作用してる可能性ってありますかね。換気とかもおそらくはしっかりやってるんだろうし、やっぱ大手の事務所って人数も多いし、出入りする人も多いでしょうし、そういったところで、で、例えば出入りする人が多かったりすると、例えば事務所の人が気を使っていても、そこからもらっちゃったりはするし、で、人数が多くなっちゃったり、ある意味そういうスタッフとかも含めて一枚岩ってわけにいかない場合は、感染症に気をの対策に気をつける人と、そうじゃない人っていうのが明確に分かれたりするかもしれないし、そうなってくるとやっぱり気をつけてない人から移っちゃったりとか、でもね、気をつけていても移っちゃう場合って移っちゃうからね。スリーラチャとコラボしたジャストブリーズのね、あのリアクション動画みたいな感じの BE:FIRST がやってましたけど、海外に行ってライブとかできるようになればみたいな感じの話をねしてましたね。あれを撮った段階では結構感染症が収まってる状態だったのかなとかね、来年って話をしてたけどね、来年ってどうなのかなっていう、オミクロンとか収まってればいいなって思ったりするけどね。はい、私も気をつけますし、皆さんも気をつけて、あの、行動しましょうっていうことですね。はい、なんか Vlog って感じですけど、結構自分の言いたいことを本当に喋った感じでしたね。はい、まあ明日も仕事なので、これ撮っての日曜日ですけど、そんな感じで、まあ、今後もオタ活動画とか、たまにこういうゆったりした動画も上げてまいります。はい。はい、では、よかったらチャンネル登録お願いいたします。では、失礼いたします。言いたいことは、今日言っておくグランパンパースでした。あ、果てしない空へ